今回は2つの思いということでメッセージを返させていただきます。1つはですね、えー、もうね、豊かさを失いいいいたくないという思いですよね、えー、私も今ね、結構いい人生を送らせてもらってると思うんですけども、これがなくなったら嫌だなと思うんで、やっぱ必死に頑張るところもあると思うんですよ。でもう1つはですね、どうしても手に入れたいもの、これ欲望に正直になるということなんですよね。こういうふうに富を失う恐れと欲望に忠実に生きたいという,こう思いとね、この2つがあると、 自分ののややりたいいことってのやっててけるんじゃないかなと思うんですだこれから、ね、私が言う内側から出るものなんですよねもう誰かに頼まれたわけじゃないし強制されたわけでもないのに内側から出てくる原動力っていうのはこうなりたいああなりたいこうはなりたくないこうしたくないっていうものが本当に強くあるんですよその強い心のささやきにですね正直になっているだけだと私は思うんですけどね皆さんはどういうふうにお感じでしょうか今回は短いんですけどメッセージは以上です